竹千代通りの西端、竹千代京付近桜祭り開催時の竹千代通り、竹千代通りの東端。菅尾川の対岸の道路は、君通り竹千代通りとは、愛知県岡崎市にある、岡崎公園を通る道路の通称名である。菅尾川の北岸沿いを通る。竹千代とは、安城松平や徳川将軍家の生死の要命を言うが、ここでは特に、徳川家康の要命を指す。 岡崎城で首相した徳川家康の幼名にちなんでつけられた愛称道路である。竹千代通りにはかつて菅尾川の河川敷に御用土城があり、三河湾から矢作川に入り岡崎城まで往来する周運で栄えた。五万国でも岡崎様はお城下に船が着くと歌われたほどである。土手に五万国船のモニュメントがある。現代では お塚川の水量が減り、湖の船を渡すことは困難である。例年4月頃の岡崎桜祭りの時期には、観光として遊覧船を楽しむことができる。明大寺本町から八条町、矢萩橋方面に行く際に、国道1号の厚生通り南交差点を経由せずに、竹千代通りを抜け道として通行する自動車、原付が多い。例年8月初旬に行われる花火大会では、 岡崎警察署が岡崎ニューグランドホテル付近に警備隊本部を構え、事故等の発生を警戒している。春は桜と富士を楽しむことができる名所になる。2015年10月から2016年3月にかけて、大塚はプロムナード整備工事が行われ、全面石畳風舗装に変わった。半タワミ製舗装を採用し、デザインカッターにより、目地が設けられた。また、 木見町ベンチ付きポール島やボラード島など、岡崎城下の堤防道路として景観が図られた。ありがとうございます。